ンポン。最近私たち倦怠期ですよね。ちょっと何言ってるかわからないです。それはいけない。とりあえず二人ともイチャイチャしましょう。イチャイチャ座ってろ。だっていつもなんかイライラしてるし、お前のせいでな。いつも塩対応だし、お前のせいでな。いつも手つきしてくるし、全部お前のせいや。そんな何かダメなんですか。そうやって息を吐くように顔を取り外すところとかだよ。ボケ、どうしたらいいんだ。どうもせんでええよ。そうですね。例えば積極的に愛情表現するとかどうですか。なるほど、告白とかボディタッチとかハグとか。よっしゃ任せろ。うわこっち来んな。ラッキーだぞ。あかねちゃんガード。うわー最悪。何するんですか。あかりちゃん、あかねに抱きついちゃったじゃないですか。それこっちのセリフや。急に抱きついてくんなや。マジ最悪や。べえ。でもちょっとドキドキしました。もうお前らでやれよ。バタバタ諦めませんよ。次の手は、うん、新しい一面を相手に見せるとか、関係性に新鮮さを取り戻せるらしいですよ。それとあかりちゃん、私を殴ってください。え、何急に。理由もなく殴れるわけないやん。大丈夫、私が許可しますから。そう言われてもな。ほら、いつもぶつかり稽古してる時みたいに。はっ、誰がいつもぶつかり稽古しとるって。あ、えへへへへ、開かれそう。痛みと罵倒で新しい扉が開かれそう。新しい一面を見せるってのは新しい壁を開発しろって意味じゃねえんだよ。敵は、うん、距離を置くとかはどうでしょう。ああ、お互い距離を置くっていう方法は確かによく聞くな。ふむ、では遠距離恋愛で行きましょうか。そもそも恋愛前提の対策がおかしいが、お前と距離を置けるならやってどうぞ。よし、じゃあまずはこちらのロケットで。待て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 、どこ行くねん。ジャックラ、あかりちゃんちまで。なんで来い。てか遠距離だっつってんだろ。なんで打ち込んねん。やだな、冗談ですよ。本当は火星に行きます。むしろそっちが冗談であってほしいんですが。じゃあ行きますよ。おい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 、待て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 、本当に行くんか。お前やめとけ。ゴーゴー。ああ。火星のあかりさん、何か一言どうぞ。お前後でしばき回す。次回ゆかり先生劇場火星編お楽しみに。てめえふざけんな。